はい、どうもこちら、ケンジです。新年明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとうございますというわけで、今年もね、あの企画やっていきたいなと思います。僕といえばね、なぜか知らないけど福袋男になってます。福袋を言うても僕年に 1,2 回ぐらいしか上げてないんですよ。でもやっぱり福袋のイメージがすごい強くて、皆さんにすっごい期待されるんですけども、あんま期待しないでください。と言いつつも、今年もなんだかんだ福袋買いました。今年スニーカーの福袋がね、あんまり販売がないですね。毎年買ってたビバチェジャパンっていうところも、なんかね、今年は販売しないっぽいですね。わからないですけども、今年はね、また新しいお店とかね、いろいろ見た結果、あ、これだったらちょっと面白そうだなっていうところがあったので、皆さんと一緒にね、開封していきたいなと思います。今回買ったね、福袋はこちらになります。じゃーん、こちらになります。今回買ったところなんですけども、こちらスパイダーさんっていうリセールショップで購入しました。まあリセールってわけでね、やっぱり外れ多いんちゃうかなと思うんで、ちょっと内心ヒヤヒヤしながらも今回ね買ってみました。こちらね、ドリームバッグ A、 こちらですね、ドリームバッグ B、 あ、ドリームバッグ B、 ミスターフリーバッグっていうのがね、こちらになります。2つですね。ドリームバッグ A が11,000円、ドリームバッグ B が33,000円、ミスターフリーバッグが110,000円の袋になってます。いや、これね、結構怖いよね。なぜかというと、服ってスニーカーと違って換金性がね、ちょっと薄いんで、非常に負けやすいんですよ。福袋を買う芸人としては結構死活問題なんですけども、スパイダーのね、この高額な福袋をね、上げていきたいなと思います。総額が154,000円ですね。いや、消費税が痛い。スパイダーさんといえばどんなものが入ってるのかちょっとわからないんですけども、やっぱトラビスとか結構強いイメージがあったので、そちらの方ね、楽しみにしていきたいなと思います。はい、まずはね、こちらドリームバッグ A ですね。1枚の袋ですね。結構重いんですよ、この袋。さあ、中どんな感じだ、あたり来てくれ。来た。まず1点目、こちら、じゃん。なんだこれ、なんだこれ、じゃじゃん。カーハートのロンティーです。カーハートのロンティーが1個入ってました。これちょっと値段わからないんですけども、だいたい 4,5,000円するんじゃないかな。はい、続きましてはこちら、じゃん。これなんだ、ベイビーロンかな、ちょっとわからないんですけども、 T シャツが入ってるんですけども、割とおしゃれな T シャツが1個入ってますね。これもね、値段がちょっとわからないですね。シュプリームとかだったらね、割かし値段わかるんですけども、そういった感じのものではないので、ちょっと値段はわからないんですけども、この時点で多分定価だったらだいたいもう1万円ぐらいはいっていると思うので、1万円の価格は取り戻せたかなって感じですね。キスとか入ってたらね、非常に嬉しいんですけども。はい、続きましてこちらになります。じゃん。はい、ラッセルですね、これ。ラッセルの、これは T シャツかな?ラッセルの T シャツです。3,000〜4,000円ぐらいはするので、まあこの時点で、定価だったら、まあ大体15,000〜16,000円はいってんじゃないかなって感じですね。で、まだまだ入ってんすよ、これ意外と。じゃーん!これ何のブランドだ?こちらね、プレシャーズっていうブランドですね。僕全然ここら辺のブランド疎いんですけども、これ結構 T シャツが高くて、だいたい8,000円ぐらいするんですよね。はい、まあこんな感じなんですけども、いやー、ちょっとね、なんとも言えないな。11,000円だったらかなりお得なんですけども、欲しいのがね、なんとなくね、ないですね。これはこれはもう友達にあげることにします。次の袋がだいたい33,000円だったかな。9万円以上がね、入ってるっぽいので、楽しみに開けていきたいなと思います。おーおーおーおお、結構詰まってるぞ。じゃん。なんだこのブランドは。なんだこれ、全然わかんないんですけど、これなんだろうな、これなんだろうな、引き物かな、なんかピクニックする用とかのシートですかね。ちょっとわかんないんですけども。そして続きまして、こちら、じゃーん、ソックス。これは嬉しい、これは嬉しいぞ。ソックス、ソックスはね、いくつあっても困らないので、まあこれはいいですね。まあただ、まあこれ多分1,000円ぐらいだろうな。んで、今のこれがだいたい、まあ1万円5,000円ぐらいかな、だいたい推定6,000円ぐらいかなと思います。次こちらです。じゃん。皆さんこのブランド知ってますか。こちらシャツですね。で、裏にこんな感じのなんかプリントがされてますね。これ意外と高いんじゃないかな。なんか見た感じ1万円ぐらいはしそうな感じしますね。悪くないんじゃないかなと思います。はい、続きまして、じゃーん、 RSVP ギャラリー。あ、でもなんか見たことあるな、この T シャツ。なんかアメリカで見たような気がしますね。こちらの T シャツが1点入ってました。こんな感じでめちゃめちゃアパレルが入って
ってまして、こちらジャーン・ゴッフっていうブランドですね。やっぱスパイダー色強いですね。スパイダーこういったブランドが結構強いんで、これだいたいいくらだろうな、まあ6000円だな、だいたい6000円ぐらいだと思います。でもどんどんいっちゃいましょう。こちらじゃーん、ナイキの T シャツが1点入ってました。こちらはだいたいナイキなんで2、3000円ぐらいかな、3、4000円かもしれないですけど、ナイキの T シャツが入ってました。お、これはいいぞ。じゃーん、これ結構色味的に僕好きなんで着れますね。最後の方にめちゃめちゃスニーカーっぽいのが1個入ってます。アパレルの福袋じゃないんだ、スニーカーも一応入ってるんですね。スニーカーこちらです。なんだこれ、わからん。ジャンプマンって書いてありますね。これなんだろうな、エアージョーダン1かな。中身の方見ていきたいなと思いますよ。じゃーん、なんだこれ。はい、こちらが入ってましたけども、しかもサイズが9ハーフ、履けない、履けないです。こちらなんですけども、ジョーダンデルタブレアザってやつですかね。こちらね、ストック X でだいたい1万4000円で買えるって感じですかね。まあまあまあ、定価ぐらいな感じでしょうね。ただ履けないね。僕、US11 なんで、まあ履けないですね。はい、というわけでね、こちらのドリームバッグなんですけども、まあだいたい3万円で、こちらね、1万5000円です。で、残りの1万5000円を差し引いても、こちらのクルーネック、T シャツ、T シャツの、シャツの、靴下の、感覚的に言うと、まあ、5万ぐらいじゃないですかね。で、最後に、このピクニックみたいなの、これがいくらかどうかもちょっとわからないんですけども、そんな感じですね。まあ、3万円にしては結構お得な買い物ではあるんですけども、やっぱ、アパレルって難しいな、本当に。福袋って、ま、そういうものなので、当たりばっか入ってることってほぼほぼないです。ただね、次の福袋はめちゃめちゃ高額です。はい、こちらね、福袋の価格、ミスターフリーバッグ。11万円こちらをね、開けていきたいなと思います。こちら2個っすよ、2個。ダブルってことは相当物が入ってますね。まあ、だいたい10万円だったら安いんじゃないかなと思うんですけども、どうでしょうね。開けていきたいなと思いますよ。まずはこちら、じゃん、ナイキのソックス。これはね、まあ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 、だいたい1000円ぐらいでしょう。はい、もうどんどんいきます。じゃーん、T シャツ。はい、T シャツと、パンツですね。あ、パンツは意外と僕助かりますね。これでかいのは、あとね。もうここまでは無言でどん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 やっちゃったんですけども、スニーカー入ってましたよ、スニーカー。このスニーカーなんだろうなー。これ最後に開封していきたいなと思いますよ。とりあえずね、こっちの方もね、もうバン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 開けていきたいなと思います。はい、僕が買ったね、11万円のミスターフリーバッグ。何が入ってたかと言いますと、紹介していきます。まずはこちら、じゃーん、なんだこれ。こちらね、ノースフェイスのバッグですね。なんかのコラボのバッグですかね。ノースフェイスのバッグなんで、もうこの時点で2万ぐらいはするんじゃないですかね。だいたい1万5、6000から2万円ぐらいすると思うんで、間取ってじゃあまあ2万かな、もう2万ぐらいするでしょ、このクオリティ。続きまして、こちら、じゃーん、なんだこれ。こちら、ビーロンの、これ好きな人はめちゃめちゃ好きですね。しかもこれ、ビーロンってこれ結構高いんじゃないですか？これ読み方僕全然知らないんですけど、一昔前はね、結構並びがあったりとか、T シャツパーカーめちゃめちゃ高かった時代ってあったんですよ。ちょっと今はね、時代ではないですね。アメリカでも結構余ってたりとかするモデルなので、なんかね、後ろのところに V ってね、でかく書いてあるやつだと結構高騰するモデルなんですけども、これなんか普通のパーカーって感じですね。はい、そしてね、こちら、じゃーん、 T シャツですね。これ何のブランドの T シャツだろう。なんかトラビスが好きそうな人が本当に喜びそうなショップなんで、まあこういったタイダイとか最近のアメリカで流行ってるようなね、デザインっていうのはすごく多いんですけども、ちょっとね、着れないなー、これも着れない、残念だな、これも着れないんで、もう地元の友達にあげます。はい、多分ね、これが結構でかいんじゃないかなって思います。こちら、じゃん、バーバリーのコートです。これは高いんじゃないの？これは。絶対高いでしょ、このバーバリーのコート。絶対10万円以上はするでしょ、これ。どう考えたって。でもこれも着ないんだよな。これも着ないのよ。ちょっと厳しいな。僕のものになるようなものはないぞ。でも、これだったら、まあワンチャンメルカリとかで売れば、なんか8万ぐらい返ってきそうな感じしますけどね。バーバリー詳しい方いたら、ちょっとコメントの方よろしくお願いします。で、ちょっとスルーしたんですけども、小物みたいのもね、意外と入ってたりしたんですよ。あー、はいはいはい、ブレスレットですね。こちらブレスレット入ってます。
結構高いブランドなのかな。全然僕ここら辺疎いんですよね。しかもこれ僕つけられないっす。これ腕が太すぎて僕つけられないっすね。これもうつけられないっす僕ちょっと。うわーマジか。いくらぐらいなのかっていうのを見たいですね。こちらのブランドなんですけど、メルビンスっていうメンズアパレルブランドらしいですね。うん、アクセサリーとかないっすね。まあ大体これ9000円とかなのかな、わかんないですけども、高級ブランドっていうわけではないので、まあ、バーバリーとかの方は価値的にはすごい高いのかなと思います。まあ、つけられないのが非常に痛いな。はい、というわけでね、もう最後はこの目玉ですよ。これこちらのジョーダン、何が入ってんだろうな。今んとこまあまあまあ別に全然損はしてないです。全然損はしてないけども、僕好みのものが入ってないのちょっと悔しいんで、これちょっと一発当てたいな。まあジョーダン系のこれは多分2万4000以上はするんですよ、定価。ただ人気モデルか人気モデルじゃないかでこれで決まる。さあ何が出る、入れよ。負けた。エアージョーダン6ですね。この色は控えめに言っても定価割れかな。定価割れの前1万8000円ぐらいかなって感じですね。サイズが US10 なんですよね。いやちょっとこれね、10万円払った分としてはかなりいいんですけども、ちょっと好みのものが入ってなかったっていうのがね、まあこれはしょうがないですわ。まあ福袋だもん。というわけでね、まあスパイダーさんのね、特色がめちゃめちゃ詰まってる福袋だったかなって感じですね。でも本当に若い子だったらこれ10万だったらかなりいい方ですよ本当に。まあ今回11万円の福袋で入ってたのはアクセサリーとこのエアージョーダンとパンツと T シャツ何点かとバッグとコートなので、福袋にしてはかなり上等なんじゃないかなと思います。うん、上から目線だなって感じしますけども、やっぱり一消費者目線としては皆さんこんな感じです。ぜひね、スパイダーさんの福袋ね、まだまだ多分ね、1月3日からなんか店頭販売があるみたいなので、こちらのラインナップがね多分ほとんど一点物っぽそうなので、ぜひね並んで買ってみてください。いや今年はちょっとな、でかい福袋があんまりないので、コメント欄にねこんなところの福袋ありますよっていう情報がありましたら、ぜひコメント欄の方にねお願いします。まあ、できれば本当にスニーカー福袋が買いたいんだけども、なかなかね売ってないので、ぜひ皆さんねコメントの方をしてみてください。という感じで今回の動画終えたいなと思います。この動画いいなと思ったり参考になったと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そんな感じであります。じゃあね、バイバイ。